今回の教えて異性会は異性会国際総合病院の参加から妊娠中の生活についてご紹介します。こんにちは、異性会国際総合病院参加の井上です。今回は妊娠中の生活についての服装や運動についてお話ししていきたいと思います。妊娠中のおしゃれも気になるところかと思いますが、いくつか気をつけてほしいことがあります。服装はお腹を締め付けないようなゆったりとしたものを選びましょう。妊娠中は妊娠前と違って重心の位置が変化することもあり、ヒールの高い靴を履くと転倒や腹部打撲のリスクが高くなります。ヒールの低いパンプスやスポーツシューズが良いでしょう。指輪はつけたままだと指がむくんで気づいた時には外せないという状況を避けるため、毎日つけ外しを習慣にするか、それが難しいなら外しておくのが適切です。最近は指先のネイルも多くの女性が行っていますが、妊婦さんにはお勧めしていません。診療の一環として指先に器具をつけて血液中の酸素飽和度を測定することがあり、ネイルがその妨げになるからです。ヘアカラーやパーマについては妊娠への影響は心配ありません。次に運動についてご説明します。マタニティスポーツは体力や筋力の維持に効果的で、メンタルヘルスにも効果があると言われています。1日30分程度で週に5日から7日程度が目安とされています。ただし条件として現在の妊娠経過が順調であること、過去に早産しかけたことがないこと、心臓病や重い糖尿病、高血圧がないことなどが挙げられます。運動は激しいものではなく楽しく長続きできるもので、例えばマタニティヨガやマタニティスイミング、ウォーキングなどが挙げられます。水分補給も十分に行ってください。何か違和感がある場合は速やかに中止して、症状が治まらなければかかりつけの医師に相談しましょう。球技や競技など転倒や腹部打撲のリスクが高いものは避けてください。さて、3回にわたり妊娠中の生活についてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひ参考にしていただいて、安全なマタニティライフをお過ごしください。最後に、異性会国際総合病院の参加でも丁寧な診察、分かりやすい説明など患者さんに寄り添う医療を提供しています。先端の医療機器も取り揃え、安心安全の体制を整えていますので、ぜひご相談ください。今回のお話が皆様のお役に立てたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。異性会国際総合病院での受診をご希望の方は、動画概要欄からお申し込みいただくか、こちらの電話番号におかけください。チャンネル登録をお願いします。